はい、皆さんこんばんだ。レッツゴー動画部部長の遠藤です。今日はですね、こちら神客だけを集める2つの条件ということでお伝えしていきたいと思います。正直客層があまり良くないとか、思ってるお客さんとちょっと違う人が来ちゃってるなみたいなことないですか？でこれってすごい原因があって、原因としては、1個、それはあなた の、 この発信次第ということが言えます。で発信って何ですかって思うんですが、その前に神客についてちょっと説明しましょうか。神客って何かっていうと、すごくマナーがいいとか礼儀正しいとか、時間に遅れないとかね、ちゃんと入金もしてくれるとかもそうだし、連絡ちゃんとつくとかね、そういうのもそうだし、ちゃんと言ったら行動してくれたりとか、頑張ってやる気があるよみたいな人を神客と言います、私の中で。でそういうお客さんを集めるためには、あなたの発信がすごく大事になってきますよっていうのをまず知ってください。で発信って何ですかっていうと、ブログだったりとか、動画を撮ってる人は動画だったりとか、あとねコメントとかも見てます。でこういう発信を見て、お客さんがもちろんね、商品が私にぴったりだなって思ったらもちろん来てくれるのもあるんですが、商品がね違う方は来ないんですが、商品が1個なんですが、どんだけ商品がやっぱ良くてもですね、今お客様はですね、誰から買おうかっていうのを考えてるんですよ。だって考えてみ、世の中って今もう Google 先生がいらっしゃるんで、ほとんどの情報だったりとかやり方っていうのはどっかで調べようと思えば調べられるんですよ。でその中で、同じね同業者さんいらっしゃるじゃないですか。でその人たちの中で、じゃあ誰に教わろうかなとか、誰の商品だったら買いたいかなって、それがプラスアルファで出てくるのがありますよね。なのでこの誰から買うのってすごく大事になってきます。でここでね気をつけてもらいたいのが2つ、お客さん神客だけを集める2つの条件なので、言ってしまうとですね、こちらです。余裕とあり方ですね。誰から買いたいかって思った時に、その人にちゃんと余裕があるかなっていうのと、あり方ですね、その人って大丈夫みたいなのを見てます。でちょっとね説明すると、余裕っていうのは一応2つの余裕があります。経済的な余裕がある人っていうのは、やっぱり経済的に余裕がある人を呼びやすいですが、経済的に例えばね売ってる側の人が余裕があったとしても、気持ちに余裕がない人ってやっぱ売れないんですよ。だから両方がある方がいいんですけど、例えば経済的に今まだそこまで余裕がないとしても、気持ちの方に余裕がある方が大事で、あり方っていうのは信用にもうそのまま直結ですね、直結します。最近ね残念な方々をよく見かけたので、このお話をしようかなと思ったんですけども、結構有名な方とかがやっぱテレビとかに出る機会があったりとかするのを見てて、やっぱテレビ出るってすごいじゃんほうと思って見させてもらってたら、その人の発言がですね結構ひどくて、要はあり方ですね、その人発信だよね、発信がすごくて大炎上してるのを見かけたんですよ。うわーやっちゃってんなと思って、大丈夫かなって思ったのがあったりとか、また別の方なんですけども、コメントをしてたんですよ。とても素敵な写真を上げてる方に対して、めちゃめちゃ下ネタをぶっこんでいってたりとかしたんですよ。へーと思って、その人は男性の方なんですけど、それなんかあり方的にどうみたいな、そのコメントを見た人がどう思うかなとか、例えばその発信を見た人が一体どう思うかなっていうのがちょっと見えてないのかななんて思っちゃった私がいます。でそもそも客層が良くないなって思った時に、ちょっとですねお話を、恋愛とかに例えてみるといいんですけども、たまにいませんか、女性の方でも私お金持つ結婚したいって言ってるんだけれども、本人がその人にそぐわないというか、そういう状況で、なんかいい相手を求めようと思ってるのに近いんですよ。その、ね、いい相手と結婚したい、例えばお金持ちですごい稼いでて超イケメンでみたいな、優しくてみたいな、親のことも大事にしてくれてみたいなことの注文ばっかりつけるくせに、自分がそもそも
綺麗にね仕上げてないとか、言葉遣いが非常に悪いとか、そもそものマナーができてないとか、自分がねその稼ごうっていう頭だったり、もしくはその人をフルサポートしてあげようという気持ちがない人のところにですよ、果たしてそんだけ条件がいい人が来るかって話なんですよ。私のね地元のお友達で一人そういう方がいて、言わなかったですけど、いやちょっとおめえ無理だろうよって思いましたもん。君が努力しとるのかという部分ですよね。だからやっぱ似たような人たちが集まるわけですよね。なので私最近ですね、ここ2年ぐらいかけてお客様がですね神客化してきてるんですよ。でそれの理由の一つとしては、自分も少しあり方を変えてみたりとか、発言を少し気をつけてみたりとか、例えばお金がすごくいっぱいなくても自分の、やらなきゃいけないこと、やりたいこと、伝えたいことのその気持ちの余裕だけはしっかりちょっと持とうと、焦ってもしょうがないしみたいなっていうのを変えてきたらですね、すごくいいお客様が最近急増しているのでございますよ。あ、これすごいなと思って、で発信の中でちょっと細かいこと言うと、気をつけた方がいいのが、自分のね辛かった時の話とかあるじゃないですか。で貧乏なお話とかをすると、現在貧乏な人が来ますよとか、でメンタル弱ってる人って言って、私こんだけメンタル弱ってたんですよっていうのを言いすぎると、メンタル弱ってる人が来るんですよ。なので自分がどういうお客さんを相手にしたいかっていうのも少し考えて発信をした方がいいです。要は見てる人が何を感じるかってこと。だからポジティブな発信をしてるとポジティブな人が来るんですよ。ポジティブな考えに、共感する人が来る。で自分の考え方を発信して、それにやっぱそうだよねっていうのをの気持ちが少しでもある人が集まってくるので、非常にですね気が合うとか馬が合うとか、基本的な考え方は近いんです。なので自分の発信の中であり方を伝えるのも一つだし、あり方って見られてたりとかするので、発信の内容も気をつけるし、ちょっと前のやつで言ったんですけども、懇親会とかそういう実際に会った場での自分の態度とか対応とかその接し方っていうのはかなり思った以上に見られてます。で今日はねテレビに出た人ってすごいじゃないっていう話をしたんですが、見てる方にとってはライブ動画もテレビに出てるのも似たようなもんなんですよ。テレビほどの、ね、影響力はないかもしれないんですけども、見てる側としては一緒。そこをね考えて自分の発信発言行動、あり方気持ちの余裕とかっていうものを考えた方が本当はよくて、極論お客様はですねあなたの鏡です。鏡なので客層がちょっと悪いなともし思ったんだったら、お客さんがどうこうじゃなくて自分のそのあり方だったり発信だったりをまず見直した方がいいです。そうすると時差があるから少し時間かかるんだけれども、それは確実に変わってきます。で信用をつけるのにはやっぱりあらかたね時間が必要なので、ちょっと時間かかるけれども確実にいいその神客がやってきます。あなた次第です。お客様はあなたの鏡でしょ。この鏡から自分のがですよ、欲とかね、そのがを抜いた時に初めてお客様が神ってくるんでしょという感じで、綺麗に終わったので今日はここまでになるんですけど要はね自分の売りたい売りたいとか、そういうのじゃなくて、一旦気持ちに余裕を持ってみて相手がどう思うのっていうのをしっかり見極められるような余裕がなきゃ、そりゃいいお客さんなんて来ないよねっていうことです。だから人をどうこう言ってる前に自分を見直してみる機会にしてくださいってことですね。ということで今日はこんなところでおしまいになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。